ジーフェスゲームで残りは2名耐えられるか。いやマイルのグレネードラッシュに刺さっています。マッドクラウド残り2名。いやージーフェスゲームにスピアートリプルキルグレネードペトリコンロード一掃です。ただなんとか気合でメンバースピアを起こした。さらにスモークを追加ですが、このグレネードが刺さった。アクア5がダブルキル。さあフォーム、おーっと2人まとまっていたところ、ハルクのグレネード出れない。フォーム、さあスモークをうまく生かしてフォーバー立ち回っていく。 T1 フォーバーの姿、最後見つけていった。もう4名残してはいますが、ここで移動、ジェフワイ移動しながらグレネード、車の上から投げ込んでいきました。そしてリキッド的確に体力ギリギリのところ、グレネード4連5連畳みかけて一瞬で GFI を殲滅。あこれっていうとこっすけど、ただジェンジーがそれを潰し、いや行くじゃないですか記録見て、ジャムこれをまた落とすんじゃない。デジャブデジャブデジャブ、マイルヒノリクスラストマン、おーおーしかしどうだ、ペトリコンロード寄ってくるか、センターフォース36特貫です。 GFI に特貫2枚押されたが引いている。ピアボーイ2枚抜いた。いやでもピアボーイちょっと行き過ぎな気がする。飛び込んでしまったか、最後のアトンの1人、いや抑えられればというところ。スロードでは有利、しかしインズイールは全 G です。よースローに対してのグレネードかなりの精度でした。さらにルーター畳みかけていく、いやそのままベルルで抑え切った。しかしエスター横の展開見ています。エスター2つ目を抑えた、さあそしてアフリカフリックス、ここでダマンゲーミングキアの残党2名を倒し切ります。ありがとう、逃げのグレネード。ただここは勢いそのまま、ただ技研がメンバーを撃ち落とした。車もつれています。スピアの位置素早くカバー入っています。2人車線入れている。いやとどめ刺されてしまった。ヤダーのバイク来ているがポトリって落ちた。これは取っていきます。ピアボーイダブルキル、バック、おおおおおピアボーイエンドぶち抜きました。ポトリコールロード、確かに端に入ったとしても結局中に進んでいかないといけないわけですね、はい、うわーいってこのグレネード、めちゃくちゃいいところ、ビッグダメージ、おーうわー